徳次町は山口県中部にあった町、一町で沢郡を成していた。非常に広い地域で山口市全域の40%近くを占める。2005年10月1日、山口市及び吉木郡三町と合併し、新たに山口市となり消滅した。沢川上流の中国山地山幹部にある、かつ国有林をはじめとする山林が総面積の約9割を占める。 太古には朝廷の直轄地で徳事件が置かれ、伝説では出雲種族が移民し開発した一帯で、慶光天皇の熊祖成伐の際には手助けをしたという。古くから良質の木材の産地として知られ、鎌倉時代には1180年に消失した下言集大本山である東大寺の復興に使う木材をここから切り出したと言われているとのこと。 部材をどこの部分に使われたかは不明である。森林地帯であることから当時この一帯には、制御がなく、東大寺の木材調達のために訪れた長原が、村人の貧困を憐れみ、紙や茶の製造を教えたと伝えられている。以降、紙製造は地域の産業となり、毛利藩政時代には藩の事業として大いに発展、徳寺氏は名産品として全国に知れ渡った。 紙の買い付けに北前船の商人たちが訪れ、町は賑わったが、明治に入り藩の後ろ盾がなくなるとともに、衰退していった。昭和初期には、出雲村、八坂村、ゆずの村を、下、徳寺、島地村、和田村、串村を植え、徳寺と呼んでいた。昭和、平成と合併を繰り返し、山口市に編入された。旧徳寺町地域は、過疎化が進み、 限界集落となっている。稲作と肉用牛の生産、及び林業が盛んである。山林の樹種は、杉日の木松などの新葉樹が大半で、構造や水又など紙の原料となる木もある。ここで作られる和紙に、独自和紙文化が今でも残っている。ありがとうございます。